はい、ヘルメットよし、服装よし。はい、こんにちは、にゃもです。はい、今日の動画は愛車の N 番にこちらのカヤックを積んでみたっていう、そんな動画です。上のキャリアの部分じゃなくて完全に車の中に積む、そんな動画です。こちらのカヤックは、素材はリニアポリチレン、総重量 17kg、 全長 276cm、 最大幅 72cm、 高さ 36cm、こちらのカヤックは、石川県だとモンベル金沢店さんで買うことができます。残念なことに金沢店さんではこちらのライム色しかなかったんですよね。いや、このライム色でも良かったんですけども、やっぱりあの車の上に乗せたことを考えると、やっぱり自分の好きな色を乗せたいなって思って、モンベルさんの、違う店舗にこの自分の欲しいやつの色のカヤックがあるっていうのをネットで、モンベルさんのオンラインショップですね、こちらで見つけてこちらまで来ました。はい、こちらはモンベルさんの、豊橋店さんですね。はい、こちらの方に来ましたらやっと会えたって感じですね。自分の好きな色のカヤック、これです。はい、最初の映像に戻ってきました。はい、それでは早速積み込んでいきたいと思います。この後ろから入れます。このようにこうグッと押し込む感じで、滑らせる感じですね。で、入れて、このポイントがこれ、はい、助手席側の足のあたりにこうぶっ刺す感じですね。で、フックに留めて、このフックは自分あのホームセンターで買ってきたフックなんですけども、4箇所このフックつけてあります。まあ、なんかいろんな荷物引っ掛けるのにいいかなっていう感じで。で、あのこの状態でも後ろの扉は一応閉まるんですけども、一応念のためっていう感じで、スリングロープ、まあ、あのクライミングとかに使うロープなんですけども、それとあの荷物止める用の、ロープですね、ロープなんか、これベルトか、ベルトを使って、さらに、前のフックにこう引っ掛けて止めるって感じなんですけども、こういうのなければ普通のロープをいい感じの長さに切って結んで輪っか状にしてかけるっていう感じでも大丈夫だと思います。それで今回の留め方はこんな感じで、あのふわっと乗っけてやる感じですね。なので、あのもし後ろからおかま掘られた場合は、もうこのカヤックが後ろにミサイルのようにドーンってもう飛び出す状態になってしまいますので、あの心配な方はあのさらに N 番下にもフックありますので、このなんかうまいこと後ろに抜け出さないようにベルトでしっかり固定した方がいいと思います。で、さらにこれ持ち上げるとまだ余裕あるので、もうちょい長いカヤックも乗せれると思います。はい、こんな感じでですね、このサイズのカヤックは結構余裕持って積むことができます。はい、そんなわけでご視聴ありがとうございました。